BTU アニメラボー、よいしょー。小林ひろゆきです。バッタモンカイです。ゼブレン松井です。バッタモン山下です。お願いします。ヴァイオレット・エヴァーガーデンの3話の感想でございます。はい、本場の発音ですね。本場の、今回は児童手記人形の学校にヴァイオレット・エヴァーガーデンさんが行くという、前回の最後にですね、行ってもらうよっていう話はしてもらってたわけですけど、厳しいとこだよと言われて、実際行ってみたら、まあ、先生は厳しいし、まあいい感じのところではあるし、なんかこう、ちょっと隣の、近くの席の、ちょっとなんか遅刻してきた、ドジそうだけど人間味あふれる自分とは正反対の子と知り合ったりしつつ、タイピングの成績など、その事務的な部分の成績は非常にいいけれど、予想通りその内面の心の部分の成績が非常に低かったヴァイオレット・エヴァーガーデンさんが、どうやってその学校を卒業し合格できるのかという感じのお話でございます。はい、今回はその中で授業の一環としてそのペアになった子のお互いに相手の手紙を書くという内容から、お互いの過去を見つめ合う形で成長していくということですね。見ましたか？あ、見てないので、見ましたか？どっちだと思います？どっちだと思う、ね、それは俺の好きだったヒロインの話やん。結構前のアニメのさ、全然違うアニメです。桜田リセットのやつでしょ。結局どっちだったのか、あやふやのまま最後まで終わってない。あいつらに関しては分かんなかった。見たんですよね。見ましたよ、もちろん。ちゃんと成長は、もちろん最後して的にはできたわけですけど、それまで当然こう、吸ったもんだらわけですね。全然相変わらず、もう一回注意されてにおかわらず、相変わらず手紙を書けば報告書みたいなものしか書けずに、これは手紙ではありませんと怒られ、さてどうしたものやらと悩んでたら、そのペアになったベクリアさんと、普通の、ほんと普通の女の子っぽい感じなんですよね、がこう一緒に景色を見に連れてってくれたりっていう、なんか今思えばあれギャルゲのイベントみたいですね。ってこと、女子だから女子、まあ、女子同士ですけどね、連れてってもらって、ちょっと、そして手紙を書くときにお互いの話をするっていうか、今回あの、ていうかアニメの内容として代筆するっていう形で相手の人生を垣間見るっていうのが割とあったと思うんですけど、今回はお互いに書くって、書いてもらう側もやるっていうことで自分の人生も振り返ったりしつつで、その中でこう自分を振り返るとともに相手を知ることで、相手もまたそのドゥクリアさんも、戦争に巻き込まれた人だったと、そこを知ってルクリアさんも自分もどうやって伝えたい人に何を伝えたいらいいものやらという形で悩んでいたのを、こう少しずつ知ることでな、ちょっとだけやっと相手の心を汲み取れるようになったかなという話でしたね。お兄さんがね、こう親を救えなかったと思い込んでるせいで自暴自棄になっているお兄さんに何と声をかければいいのかという形でずっとルクリアさんは悩んでいるということを、途中で仲良くなる過程で知るわけですね。そうですね。コバーガーデンはコバーガーデン何を感じたのか、ね、あの通じて何を感じたの、何を怒られてるんだろうと思ったの。なぜ私は卒業できないんだろう。そう、卒業できなかったんですよね。みんながね、こう一通り過程が終わって、卒業生は、合格した人は卒業できると、合格できなかったら、まあ別に他の人間になれないわけじゃないんだけれどと、まあ今回は満点だったのに、なぜ、そうそう、なぜ事務所の私が、まあね、で仲良くなったちょっとダメそうな子がむしろ首席で卒業するという、何が一体必要で何が足りないのかという、ちょっと小林さんまだ分かってないみたいな、コバガーデンは何が足りない、我々すぐ気づきましたよ、何が足りない、何が俺には一体何が足りない、タイミング1分間で200文字くらい打てるのに、俺打てる打てる、俺も打てる、一球持ってる、一球持ってる、なぜダメなんだ。本当に途中までなんか自分見てるみたいでゲロするあ、俺みたいなやだやだと思ったけど、言われたことしかやらねえ言われたことはできるけど、果たしてそれ以外の何が必要なのか思いやるところ一切ないまさに手紙を書きたかった内容の話ですよ、はい、最初はずっとね、親に手紙を書くってルクリアさんは言ってたんですけど、本当に書きたいのはお兄さんではないかということに、ちゃんとエヴァガーデンもだんだん気づいてきて、でその中で、でも何を喋で何を書けばいいのかわからないって言いながらも、その中で言っている言葉こそが本当に伝えたかったことで、そもそも戦争からただあなたが無事に帰ってきて嬉しいです、ありがとうっていうのが話の中でスッと出たのが、実はそれが一番言いたかったことで、でも伝えられなかったことっていうのをエヴァガデさんは汲み取って、自分の意思で言われるまでもなく書いてお兄さんに直接届けるという形で、やっと一人前の児童手記人形になれたのかなという形で、コバガーデンは汲み取れた。コバガーデンね、意外とね、あの兄弟とかはちょっと分かる子だから、兄弟の話は大丈夫、兄
じゃあ汲み取れた。小林もギリ汲み取れた。最後に最後なんか金のブローチ的なのもらったと思うよ。多分みんなが知らせ姉感謝して普段より感謝。違う違う違う、治ってねえじゃねえか。治ってねえじゃねえか。俺何一つじゃねえかよ。細かいこんな感じかなと思って。細かいそんなにロボロボまだしてる？してる？してる。してるか。感情はないからね。汲み取れない。腕が生身であるだけね。そうそう唯一。少しはまともなもんかけるつもり。どれぐらいの速さか。あの女ね、めんどくせえよな。指示しねえとやらねえみたいな。そうそう、授業でね、うん。書いてくださいって言われたときに。どうにかならねえ、ここバーガーで。わかんだろ、そういう。そんどくそういう汲み取りもできないんだけど。医師のね、その、うん、あれやれっていうのの、うん、速度まで指定してもらえないと何もできねえのか、お前はっていうことだよ。でもあれだよ、一回ね、タイプライターがごちゃごちゃやりすぎてうるせえっていう苦情をいただいたのがトラウマになってるんじゃないですかね。あ、また小さいですね。じゃあいいっす、言われることはないっす。じゃあ人間味あるじゃん、そいつは。じゃあいいっす、めちゃくちゃキレてるだけで。だからその中でね、あなたも書きたい相手は少佐、ずっと話に出てる少佐なんでしょって言われて、うん、で、結局それは書いてもらおうとして一緒にしたけれど、少佐へ、あ、よし、って止まったままですからね。まあ、ね、まだまだ足りないものが、まあ、そもそもそこが最終目標だったりするわけだから、それがクリアできちゃうんだね。少佐の気持ちとは一体、そして自分の少佐への気持ちも一体という、うん、そこをずっと追いかける話ですからね。まあね、で周りが人間にある人たちだらけだからね、あの配達人のね、あそこはずっと経営の中だということとかね、かわいいな、あそこら辺だけがかわいい。あそこの二人はね、人間味があっていいよね、非常に。おじさんのことも含めて、あれね、焼きそばおじさん、焼きそば買ってくれるおじさんね、食べました。焼きそば買ってくれるワコードと焼きそばを食べてくれるおじさん、沖縄鍋のおじさんね。あれ沖縄鍋だったっけ。沖縄鍋日本ではないでしょ。風さーっつってたからさ、あの世界沖縄あるんだ。確かにね、あのいい人には囲まれている状態なんでね、だんだんこう治っていけばいいとは思うんですけどね。今回エンディングもね、エンディングの映像が多分初めてだよね、今まで作中の中にスタッフロール流れてきてる形で、相変わらず綺麗な映画、最後にいい感じに流れて、そう、ね、次はどうなることやらという感じでございますね。毎回映画綺麗ですね。やっぱりさ、ね、描写がね、いいね。そうね、なんか京アニっぽいね、その丁寧だよ、うん、全部伏線張ってあるところとか、なんだろう、その、うん、なんか細かい、その分かりやすいさ、その、うんうん、沈んでる人がいるときは暗くなって、うんうん、心が明る、問題解決すると明るくなるみたいな基本を押さえつつも、光が差すんですよ。大体京アニやるよね、あの光差してないとこ、差してるとこを移動するっていう。うん、なんかその辺の描写がすごい丁寧で、いや、やっぱりそういうとこ繊細だな、今日はにいいなって思いました。ですな、いいまとめみたいな。誰のツイート見たんだろうと思っちゃって笑っちゃったけどね。嘘でしょ。ごめんなさい、白状します。みんな思ってることだよね。思ってることだよ、自分の意見だよ。ごめんな、そう思ってんだよ。そうそう、これ今日はにのベタですから。ダメだな、今日はにだから。そうそう、他のあれでもあったでしょ、今日はにのいろんなもので、うん、あった。参加して見た人でしょ。でもどこのまとめ見たんだろうって思っちゃう気持ちが俺の悪い人。これは松井くんの人間味の部分ね。これあれなんだ、もう響けユーフォニアムの時に前ほぼ毎回同じこと言ってんだ。響けユーフォニアムでもあったね。響けユーフォニアムの時にまとめでよく俺見たな。松井くんがもうまた見てたんだろうね。で、それを言ってるなと思ってたから、あ、言っちゃったから。みんな思うやつもなーっていうな。まあ、そういうベタな部分もね、楽しみながら。もっと深いとこきっとあるんだよ。きっとあるんだろうな、うん、まだまだ気づけてないぐらいのね、もう一回見返せばね。じゃあ次回は川の流れとかを沿って、川の流れとか、キャベツの千切りがすごいとすごい。何の千切りがすごい。あれは何かそれはなんかチェッカーみたいな、その、あれじゃない、作家崩壊チェッカーみたいな話じゃない。あれ、そうそう、あの、あまりにも悪い例があっただけだからね、それは。ハル殺されてるやつ、そうですね。次はどんな自然の描写が、自然の描写と、自然の描写と静かにタイプライトを叩けるのかだけ、そこだけ気にしていきますか、次から。いいえ、コバガーデンの成長で、コバガーデン、コバガーデン、俺さ、俺そんなに俺やばい、やばい、やばみあふれてる、やばい、やばい、やばさしかない、やばさが今日も歩いてきたんだ。だってマジで心ねえもん、尻尾巻いて逃げてくれよ。全部言わなくてできるよ。やばい奴が来たぞって村の奴らにみんなで叫んでくれよ、それしたら。もう限界が5歩前小林って、でも座れ小林って慣れてるからね、小林がね、心ないなって慣れてるから。そうそう、あ、そっか、あれね、少佐ぐらいのもんで、ね、こいつ相変わらずだなって思ってるのね。そうそうそう。そっかそっか、周りの人間、じゃあみんなも
動画見てる人も早いところ慣れていただいて、僕も少しずつ成長していくんで、そうですね、タイプライターも早くなるんで、といった感じのところで以上とさせていただきます。コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。